スウェイジロックチューブ継手によるテフロンチューブの接続、スウェイジロックは1947年 EN フレッドエーレノンにより設立された流体システム、コンポーネント製造会社である。また、同社の中核的製品ラインであるスウェイジロック、チューブ継手は標準的に用いられるガス配管用継手の一つとなっており、スウェイジロックという語がこの継手を指す場合がある。 技術書などで、スウェージロックと書かれる場合があるが、非公式な俗称であり、スウェージロック社では、非公式である。半導体製造装置や計測機などの化学機器用のガス機器などで、このスウェージロック社の継手が使われる場合がある。スウェージロック社の継手は主に、スウェージロック継手と、VCR 継手、ベコ継手である。スウェージロック継手は、カシメ式である。 構造は2種のフェルールによって配管をかしめる構造になっている。同社のスウ字ージロック継ぎ手用のナットとボディの間にフロントフェルールとバックフェルールを組み込む。取り付けには溶接は不要である。取り外しの再利用は可能だが配管への食い込みが蓄積するのでなるべく取り外しはしない箇所に用いるのが好ましい。締結の際のスパナの規格に関しては スウェージロック次手、VCR 次ともに原則として、製品本体は、インチ規格である。なので、スパナには、インチ規格のものを用いるのが好ましい。次手に一般に言えることだが、他社製品との互換性はない。したがって、次手のボディとナットは、同じ会社のものを用いる必要があり、他社製品との混用は許されない。 他社製品と混用した場合は保証外である。宇きまさる、半導体のための真空技術入門工業調査会、2007年、初版一冊。ISBN 978から4から769312628。ありがとうございます。